動画でも言われてたように思い切って過去問からやってみても結果は一緒だと思います。そうです、本当にそうです。もうまず過去問です、本当に。はい、どうもこんにちは、トール塾講師です。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。はい、ってことで、はい、前回引き続き来ていただきました、はい、ありがとうございます。はい、2回目ですね。はい、ありがとうございます、はい、さっきの続きですね。はい、やりましょうやっていきましょう。ってことで、まあ今回何を話をするかというと、はい、結局そのまあ超短期合格なんですよ、はい、4ヶ月なんで、4ヶ月の勉強で実際にもう受かったってことやと思うんですよね、はい、だからもう受かるために必要な勉強法しか知らないんですよ。だから自分がやった勉強法は受かるための最速の勉強やと思うんですよ、はい、逆に自分がやっていない勉強法って受かるためにいらない勉強やなんですよ、きっと、はい、だからまあ自分がまあどういう勉強したかとか、こういう勉強って良くないよとか、うん、っていう部分をちょっとね喋ってほしいんですけど、はい、それ何かありますか？まあ無駄なことなんかないですよ。カットしますそんなカットしますし、はい、どうするね。そうですね、やってたのは、はいはい、時間です。本当に時間、意味ない時間を、まあ、要領よく勉強しましょうっていうことは、はい、それ大事ですよ、もちろん、はい、ただ自分の場合はとりあえず時間、ネットとかに書かれてますよね、目安時間、合格の目安時間、たくさんあるんですか？1000時間だったり600時間だったりあるんですけど、最短の方が僕は600時間っていうのを書いてあったのを見たので、はい、まあ、それで受かってやろうっていうのはモチベーションの中でしてて、600時間、600時間でも4ヶ月を逆算していくと結構厳しいんですよ。そうですね、単純に割り算したら5時間ですよね。5時間ですね。5時間で始めたばっかなんかそんなモチベーションもないですし、3時間とか、うん、はいはいはい、で全くやらない日も絶対出てくるんで、うんうんうん、どっかで挽回しないといけないわけで、確かに、なんで僕はもうやる気なくしてももう翌日にはもう嫌でも座る、なるほど、机に座る、でそれを記録として残す。そうですね、とりあえず勉強時間を確保しろと。そうですね、まずね、とりあえず目標600時間、うん、間違いない。結局足らなかったんですけど、でも受かってますか？550ぐらい、まあ550ぐらいはいったので、まあだから550時間受かることができる。そうですね、やっぱまあ僕塾の先生もやってるんで、はい、まあ、そもそも勉強時間が少ない方っているんですけど、はい、でそういう方ほどどういうふうに勉強したらいいかを結構考えちゃってるんですよね、はいはい、まあ、それは多分そもそも考える以前の問題やと思うんですよ、はいはい、だからまあまずとりあえず1日5時間ですか？はい、そうですね、短期やったら1日5時間4ヶ月っていうまあ勉強をまあ続けてみると、はい、まあ、個人差あると思うんで、まあ、平日1、2時間で抑えて、まあ、土日が10時間勉強するとかっていうこともあると思うんですけど、まあとりあえず550時間、その時間まず勉強してみると。そうですね、まずそこやなってところですよね、まず勉強時間と。で自分でやってるとこんなこと必要ないんじゃないかとか、はい、もっと効率した方が要領がいいんじゃないかっていうのは絶対思ってくるので、はい、それが勉強なのかなとは僕は思いますけどね。そうですよね、結局まあ回り道も、ね、含めて、ね、まあ、勉強やってるとこなんで、はい、まあね、無駄なことなんか何もないと。そうですね、っていうことですよね、はい、はい、っていう感じです。ということで、まあ、とりあえず頑張って勉強やってみようと。でやってみてなんか壁に当たると思うので、はい、当たってから考えていこうみたいな感じですよね。で、まあ、たまにまあいるんですけど、はい、まあ、参考書を一から見ますみたいな方いると思うんですよね、はい、それどうですか？そうですね、本当にもうとあるさんの動画でも言われてたように、思い切って過去問からやってみても結果は一緒だと思います。そうです、本当にそうです、はい、もうまず過去問です、本当に、はい、まず過去問やってみようっていう。そうですね、でまあ、僕まあ個人的にコンサルもやってるんですけど、はい、まあ、話聞いてると過去問やりましたかに対してやってませんとか、はい、まあ、全部できてませんとか、はい、っていう方が結構多かったんですよね、はい、まあ、それは受からないですよね、はい、それで言うと、はい、やっぱ過去問をまあ何週も何週もやっていって、でもうなんかもうやり尽くしたわっていうぐらいでからもうちょっとやってみるとか、ね、っていうぐらいやっていくのが大事なんで、はい、とりあえず過去問をたくさんするっていうところですよ。そうですね、もうこれにつきますよね。そうですね、でも過去問っていつぐらいからやりだしたんですか？過去問はなんで見るのに1ヶ
月専念したんで、はい、3ヶ月前ですか。3ヶ月前と、うん、そうですね、手をつけたのは。なるほど、まあ、僕の中でもそれ結構理想的な配分で、まあ、最初1ヶ月間ひたすら見たらいいと思うんですよ、はい、YouTube 動画、はい、まあ、僕のもありますし他の方もあると思うんで、はい、ひたすら動画を見るっていう、で、まあ、大体こんな感じかなっていうイメージを全てをつけるっていう、はい、民法、行政法、憲法、会社法全部なんですけど、はい、全部一旦こんなんかなってつける、はい、でつけたら残り3ヶ月間ひたすら過去問をやったら受かると思うんですよ、はい、っていう感じじゃないですか。そうです、ね、勉強の仕方とか、はい、そうですね、何も喋んないですね。ちょっと曇ってきたんで、ね、ちょっと一旦切りましょうか、まあ、そんな感じでとりあえず過去問をやって、あと勉強時間が550時間、約1日5時間を4ヶ月間続けてみるとっていうことが大事かなというふうに思います、はい、苦しいですよね、はい、苦しいですね、はい、それは息ですか今、苦しいですよ、ね、ということで、まあ、勉強法に関してはこんな感じかなと思いますということで、次の動画からちょっとまあ、彼が過去どういう風な方やったかってとこから、まあ、お踏み込んで、はい、まあ、リアクションどうしたのっていうところからやっていこうと思ってますので、またよかったら見てください。はい、はい、ってことで、見てた方ありがとうございます。グッドボタン教えてください。グッドボタンね、お願いします、お願いします。はい、ってことで、また、見てください。ってことで、ありがとうございました。バイバイ。人気のやつを見てさっきよく人を見ていつも置いてかれて